はようございます。私は12時過ぎでもおはようございますでございます。ズンズンポイポイの喧嘩ラジオシャーシャー、シャーになろう。さあ、はい、やるやお、いいね。もうシャーお祭りも近いですからね。何のですか？あ、いや、何でもないです。え、まだ5月でしたね。そうね、そうですよね。7月の気分でした。あ、もう4月入ってました。軽く、はい、軽く入ってましたか。すいません。あ、なるほどね。第何回ですか？6回。15回です。15回ですね、はい、じゃあ聞いてくんのよ。すいません、答え知ってんのやったら。そうそうやね、俺が悪かった、たーちゃんが悪かった。たーちゃん寝起きですか？たーちゃん寝起きではないですけど、ちょっとあの、もちゃちっちゃいですね。今日朝早起きしてちょっと寝てました、はい、さっきは。すいません、YouTube 見ながら寝ちゃいました。山椒魚かと思ってね、目ちっちゃいなって。そんなちっちゃくないやん。サンちゃんって言いそうなった。山椒魚、しかもサンナカって言いそうなった。サンナカちゃう。物ちゃうやん、サンナカと。サンナカとサンショウゴは全然ちゃう。ちゃうか。そうやったらサンショウゴの方がいい。あ、そうですか。サンナカって言われへんねやったらね。ごめんなさい。いや、サンちゃんで今くくったんでね、一瞬。ね、すいませんね。いやいやいや。今日はいいですよ、これどこだったんですか？どこですか？今日はね、死の町からお送りしています。死の、あ、ここがあれですか？はい。あの死の都で、はい、通称死とミュロンドですね、ここ。そうそうそう、あれです、ファイナルファンタジータクティクスの最後の大丈夫ですね。もう死の街ですね。そこ入ってセーブしたら出れないってやつですね。そう、もう最後の場所ですから、ね、なるほどなるほど。でね、なんか主人公の大きさの3倍ぐらいのね、あの八頭身ぐらいのね、そうそうそう、魔王みたいな出てくるんですけど、むっちゃ弱いっていうね。タクティクスね。はい、皆さん知ってますか、ファイナルファンタジータクティクス。知ってますか、ね、あれは結構人気はあったよね。いや、面白かった。タクティクスオーガとかがめっちゃ流行った後に、でそれとファイナルファンタジーを混ぜ合わせるというね、戦略がいるやつでね。そうそうそう、ちょっとした面白かったんですけど、ちょっとね、渋かった。あのね、毎回シドっていうのが出てくるんですよね。そうそうそう、あのファイナルファンタジーシリーズで飛空艇関係の、はい、そのね、実はね、そのファイナルファンタジータクティクスでもちゃんとシド出てんねんけど、はい、名前シドじゃないね。オルランドゥってキャラやね。あれでもシド、でも異名が雷神シドっていう。ああ、そうそう、異名でシド使うっていう。そうや、そうシド、そうや、そうで、うわすごい渋いっつって、うん、昔やってて、はい、あ、雷神シド、異名雷神シド、オルランドゥ、うわかっこいいかっこいいっつったら、おかんがオルランドゥ、ちょっと待ってちょっと、バーって奥の部屋入ってって、バーなんか古文書みたいなの出して見てっつったら、オルランドゥ伯爵っていうなんか本持ってきて、時に男、時に、いや、これ実在した人で、まあまあ、時に男、時に女っていう。え、あなたオルランド伯爵のゲームやってんのっつって、あの、なんか性別変わんねんて、その気持ちで高揚してきたら女になったりするっていう、はい、そのだから変な話、二なりじゃないねんけど、まあ、っていう、言ったら、まあ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 、そういうことでしょうね。でこうめっちゃ見せてきて、これが女の時の顔で、これが男、ね、全然違うでしょっつって、はあ、いや、こんなもんゲーム化できるかと思って、オルランド伯爵な、オルランド伯爵のゲームどうやったらクリアやねん。まあ、いや、まあ、わからん。女になれってミッション、女になれって、男のオルランド伯爵出てきて、A ボタン連打して、ぷぃー、あ、女子トイレ行こうクリア。いや、でもおもろいな。いや、面白そうやな。おもろい、意味わからすぎるけどな。おもろいよ、うん、おもろいです。あ、死とミロンドですね、からこうお送りしてるんで、ね、ってことはもう出れないってことですよ。もう出れないんで、僕ら。あ、でもセーブしてないでしょ、まだセーブしてないです。あ、じゃあ出れますわ。はい、はい、まあ、一回最悪あのデータ全部消してレベル1からやり直せばいいだけなんで、ね、第1回からはい、やればいい、いいだけ。まあ、わちゃわちゃした頃ね。そうです、はい。まだ30分が終わってた頃、つらかった時ね。どう、お互いがどうしていいか分からなくて、新さんも横から言うけど、そう、こんなかなかうまいこと言ってなかった。第1回ね、もうね、死の町でできるぐらいになりましたから、ね、いやいや、あ、それはいいの、ね、いいことなのね。はい、はい、なるほどなるほど。第15回ですね、はい、第15回です。なんかありましたか？なんかありましたというか、あの、気候がいいじゃないですか、うん、どういいっていう、あの、あったかいってことですね。あったかいじゃないですか。はい、そうすよ。あったかくなったらね、うん、ほんまにふと思い出したんですけど、あなた覚えてますかね？いや、覚えてないっすよ。いや、じゃ、まだ言ってないから、うん、そら覚える気もないし。あの、もう何年前やろ、このなんか組み立てぐらいかな、あの、大阪おって、あなたのチャリを買うつつの、イクノコをうろちょろした覚えてる一日。あった、太郎さん。それあったわ。なんかいろんなチャリ屋行って、珍しく俺の地元の方向って太郎がわざわざ来てね。あれ、なんで来たんやったっけ。いや、多分ただ暇やった。しかもあの時あんたまだ衰退やったでしょ。そうそう、た、あ、ちゃうわ。いや、もう積み立てかな、多分。難波に来てたんか。難波に積み立てぐらいで。でもチャリを持ってないやあなた。あなたは大阪じゃチャリ持ってなかった。そう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 、歩き、あ、常に歩き。だからみんながむっちゃ嫌がってて、ちょっと面白かったんが、打ち上げとかライブとかで打ち上げでみんなチャリで行くけど、太郎だけが歩きやから、みんな合わせると。だからもうそれがだんだん風習になってきて、で、太郎ってあだ名ターって言われたんですよ。そう、みんなター、後輩からも舐められてターターって言われて、で、
みんなそれがだんだんもう慣れてきて、チャリ持ってない人のことをターって言ってる。そう、ちょ待ってターやんお前。シカゴディズニーの中川ってこうね、いっちゃ仲いい後輩が、チャリパクられてんなあいつが。そうそうそう。行っていいかんターやった時期が、そう日本車のツイとかからもう中川もうターやん、もうええてって言われて、チャリ持ってきた時間ないの、早行きたいね打ち上げ、もうターやんお前っっ横に横にターンのに、でターは何も言わへんね、もうターって言われてるからライングループでもうすいませんターなんでちょっと遅れますチャリないことをター俺も後は勝ったからね、勝ったのにターが浸透してたからっていうことがありまして、チャリを探してたんです。なんかそう行くのとかあっちの方でたのなんかわちゃわちゃしながらで、うん、まあ、チャリ探すのはどうこうどうでもよかったんけど、結局買わんかったんかな、なんか行くのくじゃない、不正らへんちゃ、不正とかも行ったんか、適当に行こうかみたいな、不正まだ行くのくに近いか、そうかそうか、いや不正とか行った、あのほらちょっとスポーツタイプ買いたいどれがいいらしいな、そうそうそう、うん、ほんでまあまあバーって行って、もう街初めての街で楽しくてうろちょろして、ほんで結局買わんくて、まあ鶴橋ぐらいまで戻ってきた時にもう見たことないぐらいでかいカラスの糞が頭の内を落ちてきた、覚えてる俺、あーなんかあった、泣いてしまうっていう、あと泣いたわ悔しくて、あのあもう帰ろうかって、ほらまあまあそうやな、チャリも変わり、あんだけ歩いてチャリも変わらへん、で最後帰るときに、そう、ほんであれなんでか分からんけど俺もナンバーまで送ったもんな、そうもう今送るわっつってバイバイぐらいでボトッと落ちてきた、むっちゃでかい人糞ぐらいの大きさの鳩の糞落ちてきて、ほんまに人の1回分ぐらいの糞落ちてきて、うん、泣いてたなあの時、泣いた、ほんまに、まだ距離あんねんな、ほんと家まで、そうそうそう、まだそうそうそう、あの坂道んとこな、あの鶴橋んとこのでかい、か有名なのあるんですよ鶴橋、あの今里のとこから鶴橋の、あったわ、え何その話いや覚えてますかって、いや急に思い出した、最近なんかあった言うたのに、そうあったなーと思って、かわいそうやったやろ、あれかわいそうやったな、たーって言われるし、ふんは落とされるしフンとかもう気づかへんもんね、昔は落ちてきて気づいてたけどさ、最近だから俺もよ、はい、家の近く鳩おんねん実は、ああの駐輪場の近く、はい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 、ね、で俺気づいた肩に乗ってたりとかすんもん、あフンが、うん、でも気づかへんもん今年取っていやそれ年関係ないよ、感覚おかしなって言ってる、いや年関係ないよ、うん、それはもう夜勤のしすぎちゃいまっか、夜勤のしすぎちゃいまか、はい、それひょっとして、オタク、いや私夜勤じゃないです、オタク、私ひょっとしてオタクに聞くよ、オタクに一回聞くよ、はい、いい、はい、大丈夫、時間いけるこの後大丈夫、はい、お宅にじゃあ一回聞くよ、はい、私、はい、夜勤のしすぎちゃいまっか、いや多分そうですよ、わかりました、はい、ありがとうございます、私はこれ、あなたは何か最近、え僕はね恒例の夜勤で何かありましたか、夜勤、いや結構さこの1週間ね、いろいろありましてね、おあまあ風俗大魔王の話をすると、私のねバイト先の店長、店長ね、もうあのね僕にブチ切れてからやっぱちょっと気使ってて、あってもなかなか喋らん、挨拶ぐらいで終わらすって言ったけど、この間でむっちゃ声ちっちゃいね、あで朝会って、まあ引き継ぎやの、俺帰るから、おはようございますって言ったら、おはようございますってこうやって、なんかある、はい、なんかあるあいや特にな、外人、いやこんなんほんまに足りないもんあるって言って、あいや足りないものはあの大丈夫です、あそう、あ中国行くわ、なんで、なんすかっつった、中国行くわ、中国行くわっつって、急に どういう、あ、遊びで、あ、なんでなんすか、いやちょっと今出会い系サイトでちょっとハマってんだ、いやもうろくでもない中国人の女の子と、まあ、20代ぐらい結構ねいい感じで、え中国語喋れるんすか、いやいやあの英語でやり取りしてんだけど、ちょっとこれもいけそうなんだよね、中国に住んでる人とやり取りしてんのこっちに来てる中国人じゃなくて、ちゃうねん、ちょっと行くわ、いや行くわって、ちょっとそれ無謀すぎませんっつって、だって外国じゃないですか、いやそうよ、もう敵地として考えた場合もう入ってたら出てこれないっすよっつっていやまあまあそうよ、だからそれさどこどこの店長にも言われたよ、急にそんな行くなって、いやみんな言うやろ、俺行くよおで、なんか前言った時このラジオでも言ったけど、なんかバイト先の人と付き合うっつって、はいはいはい、40歳ぐらいの、はいはい、結局3日ぐらいで別れたらしいね、付き合って、はいはいはい、はい、そうそうそう、マジで何なんと思って、はい、あ会わんかったみたいな、はい、それでその後バイト先にいる中国人の女の子となんか付き合おうとして、はい、まあ20歳ぐらいので、なんかご飯行くだけの関係で、まあ、今までそのがっつきすぎだから、はい、なんかこう徐々に愛を育むって
言ってる中で一回フィリピンの出会い系に行ったらしいね。そのことそういう関係ない、そう育んでる最中に一回フィリピン、俺今日バイトでその一緒に働いた人が聞いたけど、その俺が中国の話したら、あ、えフィリピンじゃないんすかって、はいはい、前はフィリピンでしたよみたいな、はいはい、フィリピンはなんかちょっと危なかったらしい、相手がもうはめに来てる感じだったらしくて、そういうこと、ね、で怖なってフィリピン行かようになったみたいな、いや次中国っすかみたいな、いやそう多分行かないでしょあの人みたいな、フィリピンも行かないんだから口だけでしょみたいなね、そうそうそう、でちょっと舐めてんけど、あ、まあ店長そんな感じかと思ってる、これもう店長がもうかわいそすぎてさ、あらもう今むっちゃ痩せてんねん、そう風俗大魔王ちょっと太ってたんちゃう前は、いやいや太ってはないけど、もう今ガリガリもうなんかね、ベルトそこまで締めれるっていうぐらい締めてんねん、もうガーって悟空のあれぐらいじゃん、そうそうそう、ギュッ道着むずキュッて最後やる、もうだからソースのズボン履かれへん、もう飯食うてへんみたいな、なんでそんな食欲が、あ、いやもうだから寝てへんねん、いや働きさせまくってんねん、でその出過ぎたらさ仕事に、はい、やっぱ会社に言われるから、まあそうやんな、あの出勤してない子の名前使ってんねん、その空でやってる、そう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 、ね、外国生の名前使ってみたいな、でこの間行ったらもうフラフラになって仕事してて、で そのタイミングで多分怒りモード入ってんな、で俺がそう言っておはようございますって言ったら、おいおいちょっと、で女の子二十歳ぐらいの大学生の女の子って、おい一斗缶潰して帰ってよって言って、油のね、はい、からの一斗缶いつも俺が潰してんねん、なんかみんなが潰さんから夜で俺がせっせっせっせ潰してんねん、潰して帰ってよって言ったら、潰さねえよその女学生が言って、ノリノリ、いや俺あれ何これと思って、で潰せっつってんだろ、なんで私が潰さなきゃなんねんだよ、何それ急にでその女の子なんかちょっとヘラヘラしてて、でパッて乗り始まったと思ったけど、見たら店長ぶち入れかけてねん顔、潰せっつってんだろ、潰さねえって言ってんだろみたいな、お前わかんねえんだろ、缶切り使えねえんだろ、使えるよ、じゃあやってみろよ、なんでやんなきゃいけねえんだよ、潰せるっつったじゃねえか、潰せるよだから、でも潰さねえんだよあ、じゃあいいよお前、外国人に言ってたし、こいつに教えろやり方、これ見ててやるからやれよって、教えねえよなんで教えなきゃなんねえんだよっつって、何それ、いや教えろっつってんだろ、俺見ててやるっつってんだろ、だから潰さねえって教えねえって、その外人がおーおーおーってなって、結局その外国人が一人で潰し出してそれその女学生っていうかその女の子、うん、何の意味があって、わからん、ほんで帰ってったな、え、そ、な、そういう仲やった、話なんねえなみたいな感じで女帰ってって、女の子ノリがあったのかな、わからん、俺その子でもな、初めて会った時、はじめまして今日からお世話になりますみたいな、むっちゃ清純な感じで、で、あ、どうもどうもっつって、これ、おのですって言って、次の日ぐらいから、おはようございますって言ったら、あーい。また何この女と思って。で、それを、バイト先の、その、医者いろいろ働いてる子に言ったら、いや、そうっすよね、あの子みたいな。なんか、二面性があるみたいな。なんか、むっちゃ、女子出してる時と、もうなんかわっきわかんない、ふてこいだけの時がある。いや、潰さねえように関しては、もう、そのやりとりの間に潰せれるしな。これ終わりあるんかなと思ってずっと見ててるよもう店長もでもぶち切れはせんで、まあ、女の子やしな、多分女子やから、でもまあむっちゃ舐められてんなと思ったな、かわいそうやな、いやそれはかわいそうやなもうあれかわいそうやった、もし女子にそんな言われたらどうせあなたも言われるかもしれん、その女学生に、え、あ、俺が、うん、あ、じゃあちょっと言ってきてや、なんとかさ、あ、じゃあ俺がちょっと、あ、俺な、あ、オッケー、ちょっとそれ潰しといて、潰さねえよ、いやちょっと潰しといてや、潰さないよ、ちょっと多分ちょっと潰せっつってるじゃないか、ちょっと待って、これちょっと難しいわ難しいな、いや俺店長やってまうからそうや、店長のキャラやってまうからちょっとこれ無理やわ、まあでもこんま怖いよね初めてちょっと焦ったわ、あれこんなうまいこといかへんのかと思って、自分縮んだもん、危なっ、危なかった、今聞こえた、聞こえた、俺の汗のさ、はい、通じゃなくてドシャって聞こえたよ、ドシャって聞こえた、一気に焦れた今、あのゼリー状の汗が出てた体が悪い人もゼリー状の黒い汗が出てました、太郎から降ってくる場合はちょっと危険やな、危険でなんでねだいたいこっちから行くわいや、ほんでね、あ、まだちょっと喋っていい、全然いいですよ、どうぞ、この間ね、あれや、ゴールデンウィーク明けの、はい、1日目の夜勤がえぐくてさ、はい、夜中4時あ3時か、俺、はい、休憩室で寝てたのよ、はい、休憩中でね、はい、そしたらみたいなって、いっぱい人入ってきて、
学生のしょうもないのが来たと思って。何それ、女の子その女の子の声が来た。うわうわうわとか言ってね。いやほんま普通のファーストフード店にいや来んねんうちは。そんな声で。でその時外国人の子に一人で回してもらってて、北斗の拳の雑魚キャラやん。それいいこと言った。ほいでな、北斗の拳の話しだしてさ、聞こえ聞こえんねん。俺は時とか言って、いや違う違う、アホやねん喋り。そのもう内容がアホやねん。俺でも行ったらなんか絡まれて嫌やからさ、うん、で話の感じ聞いた。男さん女一人、うん、で俺時、じゃあ俺ラオとか言って、いや時もラオ、俺ケンシロウっすかって言って、その一番後輩のやつがおんねん。いや時もラオもさ、ケンシロウもふわーじゃないから。あいつはあんま声発散タイプのな。そうケンシロウって言ってるやつの声、うん、笑い方が気色でさ、うん、キシってうなんかヘビみたいな、なむっちゃ気色で、で、あ、俺もうでまだ休憩あるし、はい、もう寝とこうと思って、はい、でむっちゃ盛り上がって、はい、俺がよ、なんとかねって言って、うわもう誰学生、はい、全然帰らへんやんで、はい、うわ休憩終わってもうた、はい、あいつら俺とこ行かなあかんと思って行ったら、はい、むっちゃおっさんでさ、全然学生じゃなくて。もう白髪のやつや。そうか、おっさん3人で。そうよな。で最初女の子、はい、そうと思った。まあそれも結構年って、まあでもそれでも多分ね、はい、30と40の間ぐらいのちょっとね綺麗な女の人やねんけど、ね、はい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 、ぶち切れてて、最初楽しく喋ったのに、いいからそれっつってんだろてめえらよっつって、シャーとか言って、もう一人がどういう状況やねん。で話を聞くと、飯頼んで、うん、統括定食、はい、でもなそいつら食わへんかって、うん、まあ、余裕出るからかって、女の人キレて、うん、そう、それで飯食わねえ人間大嫌いなんだよ、飯残すって粗末にする人間が私は一番嫌いなんだよってむっちゃブチ切れて、なんで、はいはい分かった分かったみたいな、抱きつこうとして、うん、男が売れてんじゃねえよ。でもみんなやっぱ女の人がちょっとな舐めてんねん。まあ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 、まあ、でその間もちょっとケンシロウみたいなやつがさ、キシュッめっちゃキシュッ笑いがして、なんそれちょっとそれほいでさ、もう想像はできへんねんけど、はい、セックスしようセックスとか言って、俺とセックスしてんだろ、時のやつが。あ、でもう分からへんけど、そいつはちょどっかたみたいなってごっついやつで、あ、時がな、で多分ラオ全然不動やんけ、それじゃあ、多分ラオのやつはもうちょっとそう、でなんかみんなが姉さん姉さんとかでいじってて、で姉さん切れたもんやから、そのラオウは多分ラオウが連れてきてん、ラオウはちょっともう焦ってんねん、やめてくれ、お前らやめろみたいな感じになってんねんけど、ラオウで言うのやめて、セックスしようぜセックスって、てめえらみてえなんてやるかよとか抱きつきに来んねんけど、女の人も吹っ飛ばして、ほいで気分悪いタバコ吸いに行くっつって、待てってセックスじゃあ外にしようぜっつって、その追いかけてって外でしようぜ、ほいで帰らんなと思って見てた。で俺さ、パン粉漬けもせないのかやったら、はい、ドゴーンドゴーンって音聞こえて、パッて見たら、あの女の人は戻ってこようとして店で、あの自動ドア、うちほら触ってタッチ式やんか、はいはいはい、を触ろうとしてるとこ、男がイカさんとむっちゃ腰すごいもうバックでバーンバーンってむっちゃ、そんな音ならない、それがで、じゃあじゃあほいで女の人はガーンってやられるから、ドアにむっちゃぶつかってて、バーンで音がうえうえっておっさんやで、むっちゃもうむっちゃバックでバーゴンバーゴンで当ててんねん、そう女の人が渋すぎて、その時あえて立ちもしねえのに生きがってんじゃねえぞこらその女の人がそれなんやねん、音がずっとうえうえってぶつけても、女の人はずっと離せこらめっちゃいかつかった、あれちょっとそら店員として絶対やったらあかんけどさ、一、うん、回もう俺お金払うから動画撮ってきてくれよ、いやすごく、いや俺でもあれは久々にでもほんますごいの見たと思って、いやすごいな、ほいでもう女の人切れて、うん、でそいつらもタバコだけ吸いに行った時で、おいどうなってんだあいつらおかしいだろみたいな、そのラオを怒り出して、うん、いや 俺もそうこんなになると思ってなくて、うん、どうとかっつって、うん、で要するに始発で帰るから時間潰しちゃう、はい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 、で戻ってきて、うわ姉さんセックスしようセックスとか言ってうわってなってるけど、もうあーもううるせえ帰るわつってバーって姉さん帰った瞬間に全員うつ状態になって言うたら女人おらんになったから、みんなもう下向いて屈折して体静かに、その後2、30分ずっと、いや明日だなんとかで、ね、
とか言うの。まあそうやな、明日から仕事、明日仕事やろうしな。で最後そのラオウが一番あの長兄が、オレンジ来るって言って。あ、いいっすね、行っていいっすかって なんもねえとこだけどって言って、おっさんがおっさん家に連れて行って終わったの。何やねんそれ。そうか、そうやな、ラオウとか言ってる時点で今の若い子じゃないわな。よう考えたらそうやな。最低やったわ。最低やな。バゴン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 、お姉さん壁にバーンってぶつけられてんねんけど、離せよって、もうね、むっちゃ冷静で立ちもしねえのに生きがってんじゃねえぞこら。あの姉さん渋かったわ。いやまた次来たらちょっと続報を。いや初めて見た人らやから。でもまあ男は多分町に住んでる近くに、多分ラオウは住んでて、多分ラオウの知り合いかなんか打ち上げかなんか分からんけど、なんかどっかの人読んだんかもしれない。汚らしかったよみんな、なんかほんまこの辺チンピラみたいな。店あるから行きましょう姉さん、この辺店あるからってうち来んな。店行きましょう姉さん言うて、もう明るいし、そう虫と一緒やな、言う人は。その明るいところに来たからな。それで来たんや。まあまだ、ね、ラオは単体で来るかもしれんよな。そいつ帰った後さ、うん、違う酔っ払いが来て、一人ベロベロ、いつ俺前俺が言ったさ、もう自分でつまみ持ってきたおっさんの、あいつが来て、うん、で若いの二人連れてて、うん、うるぜうるぜうるぜおめえらとか言って、もういいんだよ俺は飲みたくねえんだよ、いやいいじゃないですかみたいな、仕方ねえなっつってみんなに怒って、でそいつが3人で座って、ほう、そしたらその後ダマーとか言って、なんかお女、若い女の子 5,6 人来て、金髪とか、あの近くにガールズバーあるから、あーあるね、あるある、なんか駅前のなんかな、そうそう、はい、来て、でそれの店のやってる人か分かんないけど、もう見るからにのヤクザみたいな人が来て、あいいんすか、あ俺らもいいんすかみたいなんで、そこに入って一気コールの練習しだしてさ、なんでなんでなんか今の時代のなんか一気コールみたいになって、ほう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 、あるんかな、なんかそう、ほんでもベロベロなって、結局その全部お金出したやつだけ置いてみんな帰っていった。そのつまみ自分でそいつだけもうグッテン倒れて、いやでもそいつらと北斗三兄弟はバッティングせんでよかったな。いやそうやで、いや大問題よそんなん、俺もう無理や、回されへんわあんな。そうやな、うん、俺呼んでくれたらなんとかするかもしれんけど、守れる俺を。守れる俺は。守ってくれるの。何人ぐらいおったん？その、北斗三兄弟のが、まあ北斗三兄弟プラス女の人、まあ女の人は入れんとこ、3人、うん、北斗三兄弟3人と、うん、そ酔っ払い、あれ黒い三連星か。黒い三連星と後から来た。しかこうやんな。龍が如くが来たから、まあで女の子も入れて8ぐらい。8ぐらいか。8とだから3やから11。じゃあ頼むやん、もうただでは終わらんけどな、そりゃもう傷は負うけど、でも俺は守れる、守ることはできる。俺厨房から出えへんからな。俺料理作らなあかんから。俺バックされてたら助けてくれる。ドゴンドーンドーンえっつって、で太郎軽いから宙浮いてんねん。もうブリッジしてたよそのおっさんが、ブリッジのその力だけ太郎宙浮いてあのトランポリン乗ってるみたいになって、太郎がちょっと立ちもしねえのに生きがってんじゃねえぞバカ。いやその宙浮きまくってる。怖いですね。怖いな。夜中のそこにはあまり行かないようにしましょう。ちょっとまた酔っ払いの話、今度ちょっといっぱい溜まってなるんです。いやその時もう一気に1日1酔っ払いあるやん。いや3とかやからな、1日3酔っ払いぐらい来るから。すごいなほんまに。ねえ。まあ、でも嫌やな、でも毎日。嫌やで。毎日考えて嫌やな、そら。1個だけいい。これ一番謎。はい。いいですよ全然。うん。その酔っ払いが来るまでに、ちょっとほんまにこれは怖すぎて、ちょっと初めて喋るよ。はい。あのね、お客さんむっちゃ忙しくて、で外国人の2人回してて、まあ名前言ってまだナイン君って言うねんけど、で今日忙しかった疲れたなって、もう12時ぐらい、とても疲れました、いやちょっとゆっくりしようっつって、でお客さん入ってきて、もういつもの感じで帰れ帰れ来んな、なんかよう言うらしいな、休憩したんじゃこっちはボケっつって、でずっとうーみたいな感じで、あのタッチパネル、うちの店ピッピッと押したんやけど、ずっとそのタッチパネルの前でうむみたいな、こう顎に手合わせて、いやいやもうか迷うんやったら帰って寝ろやこいつだるいなと思ってて、あのすいませんって、呼ぶなって、一人でコントみたいにしてん、呼ぶなやらへん、俺が呼ぶんやったらもう来んなと思って行ってん、そういうもんやからちょっとすいませんいいですかって、いやもうどれがうまいとかやらもうええねんってパッて言ったら、タッチパネルにむっちゃでかい目映っててん、はむっちゃでかい目1個がタッチパネルの大画面にポンって1個だけ映ってて、
もう最終回やこれ。違う違う、ほんまほんま。こんなことされたら。でその人だから、こんなことされたら食べ物食べたいのにって言ったら、あのあれわかる、20世紀少年のさ、わかるよ、名のやつある、あの名が、ドーンって1個あんねん。ほんま、あのアニメみたいなやつ、名やねん。いやほんまほんま。ほんまほんまやない。で、色もなんか、緑、紫ってなんか、ちょちょあれなんなん。ほんで、それがずっと、だその人だから食いたいのに、食いたいのにずっと名だけがこっち見てるから、それだからずっと、うむーっつって、しかしな、そいつもそいつや。とんかつ食べたいんだけど、この目に見られてるからな。そいつもそいつや。むっちゃキモくて俺が。そいつもうむーですまんやん。で、俺それにパッて言った時、うわっつって、え、ちょ、え目、ね、え、目、ね、なんでなんですかね。でも、もうええ、もうええ。それと、うむっていうか、ちょっと、いやちょっと、電源落とそうと思って。ちょっとじゃあ、一回ちょっと電源だけ落とさせてもらいますね。まだ映ってんの、それ。ずっと目があんねん。嘘つけ。いや、ほんま、ほんで、戻ろうとしたら、ピピピピピピピと音鳴り出して、初期化しますってなって、あ、やった。あ、自動でこれ多分戻るんで。はい、ありがとうございました。うむーっつって。そいつは何なの。でも、そいつちゃんと食った、その後。そいつのさ、いや普通の人の考えでバッて見て見るとうわーっちょっと何これって言うやん。いやでももうそいつらとかもう変えないなと思ってんだよ。なんで 見られてるんだろうな。やだな。いやしかしな、とんかつ食べたいしな、うん、目があるしな、目合ってるしな。いやそれもそんなすいません。ほんで君行って画面に呼ぶなーっつって言って呼ぶなーっつって、これ目じゃないですかね。うむー、そうなんですね。目ですね。いやほんまこれ小野くん、パワハラですよ。ちょっと待って。こんな、これはもう、すごい汗も出たわ。タロヤンに対するパワハラ。違う、ちょっとあれ。こんな嘘つかれたら。あれ、ちょっと、俺。そんなもん、ピンクさんのネタやん、こんなん、ほんまに。すぐ治ったからよかったけど。こんなん、ほんまに嘘やん。いや、ほんまやねんって、なんで信じてくれへんねん。目があるわけないやん。いや、むっちゃでかい、だから、タッチパネルの画面全部覆い尽くす目1個やったから。あれ、だって、でっかいパッ、あれやもんな。そういや怖いで、俺あんな初めて見てどうしていいか分からん。いや俺一応押したもん。俺一応目押したもん、目の最近あの中心のとこピッピッって動くかなと思って。動かんのやっぱし。いいやろそれ。ちょっと待って。分かった、あれこれだけ言うの絶対言っとかなあかんと思って。もう北斗三兄弟とかどうでもよかったわ、これだけ言っとかなあかんと思って。北斗三兄弟のバックの話消えたわ全部、ほんまは。うれーバーンバー、これまだいけんちゃう、まだいけるの。バーン、ほんなの壁に打たれて、壁に打ち付けられて、かわいそうに。でもずっとこういう顔してた女の人、それふざけんなみたいな。その日、その目あったその日かの後だから、そっか数時間後、うん、これは何の話なんやろ、この、まあ、これに似た情報をお持ちの方は。うん、ちょっとどういうことか分かんないんで、それ私もあるって人がもしかしたらね。でも買って自動で修復したから分かれへん、まあ、なんかをひょっとしたらなんかプログラムで組み込まれてて、そのなんか組織のイルミナティとかさ、まあまあフリーメイソンの名称でもそれをサブリミナル、そう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 、あ昔はだたまたまそこに俺が、あ直面しただけの可能性ある。昔ね、あのかの某有名カルト団体がそのイチャ偉い人の画像をあの1秒間に1枚流そうとしてたっていう、その、ね、あのシティハンターね、そのね、シティハンターのアニメ中にね、アニメ中に流してるっていう、サイバルを走ってる時に映んねん。一瞬だけ一瞬だけそう小回りしたらあの人が映るっていう。それと同じようにあれか、じゃあ全部のタッチパネルの会社にやられてるかも。でもそれやって何なの、分からんねん。それ何の洗脳になるこれ。あみんなに言って、あこれ俺だまだバイト先の人にも言ってへんわ、もう、うん、ナイン君は見てくれたから、あれまあでもあの言わん方がいいと思うよ、バイト先の人には。あまあそうだ、お前見たんかみたいになって。いや違う違う違う、頭のおかしい人勘弁してくれや。頭の友達が減るよ。あ友達してへん、僕いないんですよバイト先で。バイト先ずっと怖い人って言われてるから僕。あの1500円ぐらいの栄養剤くれるおっちゃんしか友達もなんかった。あのね、そう、あの伊藤さんっていうね、金色のビタミン、名前言っちゃった、あの大阪のね豊中出身の人が今一緒に働いてる58歳の、あのいつもねあのコーラおごってくれるんですよ、うん、はいっつって、いつも来たら小野さん、小野さん今日もお願いしますね、はいっつっていつもコーラくれんねんけど、この間あ小野さん今日もよろしくお願いしますね、はいっつって見たことない金色のユンケルくれた。めっちゃでかい。これどこ売ってるんですかって金箔に入ってる。箱に入ったらすげえのもらってたな。いや僕今までパチンコ売ってたんでね、小野さんも疲れてるやろ思って、なんで俺関係ないやろ。なんであんたパチンコ売った日俺も疲れてんねんすか。その人だともしかしたら目のこと知ってるかもしれんから、ひょっとしたらね。でもちょっと聞いてみてください、ちょっと聞いてみよう。というわけでね、はい、というわけでね、メールいきましょう、はい、ちょっと今日前半喋りすぎましたね、はい、じゃあ早速いきますかね、はいはい、じゃあいつもお手紙、
メールありがとうございます。ありがとうございます。喧嘩ラジオメールのお時間でございます。行くしかないっしょー。なんで虹の黄昏さんはバブ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 でいいよな。あれどこで買ったんやろな。いやどこでも売ってるやろ。あれバブバブあれな、チャリにつける人おるもんな大阪な。まあまあおるよ。おじいさんとかなバブってなしてくんねんな、まあ、無視するけど。おちょくってだけやもんあんなもん。いやそれはそうや。はい、ということでじゃあ早速読んでいきましょう。件名内田裕也のエレガントステーキトンファー教室。え、何それ。なんだこれが件名ですね。内田裕也のエレガントステーキトンファー教室。ステーキあのあれね、はい、はい、どうも俺ジャンボ財閥。あ、ジャンさん。妊婦もの AV を見てフルボッキ財閥。もうええて。メールアイデアも塔に枯れ果て未曾有の大干ばつ。やっちゃダメだよ鬼体罰。何を言い踏んでんの。急にちょっともう一回だけ聞こえまして。フリソルダイジョン見たんかな。どうも俺ジャンボ財閥、うん、妊婦もの AV を見てフルボッキ財閥。メールアイデアも塔に枯れ果て未曾有の大干ばつ。やっちゃダメだよ鬼体罰。以上の文章から分かる通り俺自身が妊婦になりたいのは必然の断りですね。めちゃくちゃやん。いやなんかこっちに バトルしようとかじゃないやん。ですので俺はケツ穴に自転車空気入れのチューブをぶち込んでハイパーアーノルド・シュワルツネッガーにシュコシュコ空気入れてもらうねん。疑似妊婦なんや。疑似妊婦なんねん。疑似妊婦なんねん。そしたらよ外人ってバカだから空気入れすぎて俺の腹綿飛び散ったんねん。床に散らばった俺の腹綿たちをマジックペンを用いて線で結ぶとある文字が浮かんできた。さてその文字とは。タロヤンさんお答えください。ちょっと待って、どうなんて文がもう文がわけわからんすぎてちょっとあの気抜いてましたよ。気抜いてましたよ。ちょっと自分にけえへんと思ってね。普通の人やったらそう思う。もう後半もうそれ聞き流してて、もう意味わかんない。もう一回言いましょうか。なんで、はい、さっきのねあの、はい、鬼体罰って言った僕国語力ないだけかもしれないんでね。が読んだ後、はい、さっき聞きましたね、はい、ジャンボ大仏さんの、はい、ラップがあって、はい、以上の文章から分かる通り、はい、俺自身が妊婦になりたいのは必然の断りですね。まあまあ、ですので俺はケツ穴に自転車空気入れのチューブをぶち込んでハイパーアーノルド・シュワルツェネッガーにシュコシュコ空気入れてもらうねん。疑似妊婦なんねん。そしたらよ、ね、はい、外人ってバカだから空気入れすぎて俺の腹綿飛び散ったんねん。床に散らばった俺の腹綿たちをマジックペンを用いて線で結ぶとある文字が浮かんできた。さてその文字とは。もうええって。これ気持ち悪い。これ読んでも分からへん。文字見ても分からへん。あの知らずないか。とりあえずシュワちゃんがシュコ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 、お腹ぷっくりなって、あの昔のねあの海外のアニメみたいな、あそういうことね、はい、それであの腹綿バーン飛び散んねん、うん、それでその散らばった腹綿をマジックペンでその散らばった線あのマジックペンで結んでいったら、うん、ある文字が浮かんできたと。おー、はいはい、その文字とは何ですか。あのローマ字でキスって書いてた。 KISS キス、はいはい、じゃあ続きいきますね。あ、続きあるの。ブッブー、正解は池田エライザでした。なんで池田エライザのハイパーマングリ返しショベルカー教室。質問です。池田エライザって知ってます。いやいや、何それ、それ質問。ちゃんと聞いといてや。はい、太郎さんが答えました。はい、キス、はい、ブッブー、正解は池田エライザでした。なんで池田エライザになるの。池田エライザのハイパーマングリ返しショベルカー教室。質問です。はい、池田エライザって知ってます。いや、何やねんその質問。いや知ってますよ。あ、知ってますね。はい、あのタレントの方でしょ、最近大学生の方ですね。あの綺麗な方ですね。あれ出てる人ですよね。あれか、よくあの日曜の朝の何やったっけ、あれワイドナショー出てる人じゃない。あれまた違うか。あれはまた違う人。うん、多分違う人と思う。あれはなんか2人ぐらいハーフの人たまに出てくるよね。そういうことか。ドイツ人の人と、あとあの名前ど忘れしちゃったけど、もう一人頭いい人。あ、宮沢さん。あ、そう。あ、じゃあもう一人や、多分まだおるわ。まだ出てくるわ。っていうかむっちゃ出てくるわ、いろんな人。まあそうやな。多分出てる可能性も余裕であるわ。池田エライザさんは知ってますよ、もちろん知ってますね。はい、ということで、はい、ジャンボ財閥さん、え、知ってます。ありがとうございました。何なんですか。何が言いたかってんこれずっと。ということでね、ですか、またジャンボさんお願いしますね。はい、ジャンさんお願いしますよ。ありがとうございました。さあ続いていきましょう。件名、お前は少年誌を舐めている。ん、怒ってる。クレーム来ました。いよいよ喧嘩ラジオにクレーム来ましたね。行きますね。まあクレーム来た方がいいっていう。こんにちは、ズンズンポイポイことザ・ロックさん、作家の神田田さん、いつも楽しく拝聴しております。
あれ俺おらんくない。もうザロック、ザートロック、ザートロックってことか。ザートロック、ついに合体しちゃったわけね。ザートロックで俺と神田で、あの泥棒、神田って泥棒やからな。パンツマン、ただの泥棒やであれ。倒したらな、ステテコパンツ取れるからな。そうそうそう。ついに年号は令和歴になり、これローマ字で令和って書いてるんですよ。おお、なんか僕は江戸歴って言ってたでしょ。ああ言ってましたね、江戸歴がどの頃、ね、そうそうそう令和歴になり、はい、新しい時代が始まりましたね。そうですね、ほんまに。ちょっと待って、これ読む前にじゃあ一個だけいい、はい、僕江戸歴って言ったの人空じゃないですか、はい、まあ多分これ今から人空の話になると思うんですけど、あの最初にお前は少年賞舐めているって件名あったでしょ、はい、これね人空の名言なんですよ。え、そうなん。はい、だから人空好きの人、じゃあもう言わんとこ。え、ちょっとやめていいや人空むっちゃいねんで、人空好きはもう撲滅していこうもん。いや、あかんあかん読むよ。ついに年号は令和歴になり、新しい時代が始まりましたね。しかし人空組の残党やヤシャ連合軍の勢力は衰えることを知りません。これ全部俺知ってるから。これ僕はこの間コマンドマスターって言っちゃったんですけどね、コマンドアーマーの間違いで。続きます。コマンドアーマーの残党が毒殺された仲間の復讐として元軍人の料理係を探しているようです。集英社とかに送ってくれたらいいんですけど、ヤシャ連合軍の下部組織ヤシャカツ、ね、強いんですよ。ヤシャカツもアウトランドの大乱以降は壊滅されたと思われましたが、壊滅、え、あ、壊滅ろや、そうそう、壊滅、ちょっと待ってちょっと待って、これ全部人空やわ、ごめん。はいはいはい、はい以降は壊滅されたと思われましたが、カイミロー隊長はブルゾンチエミを筆頭としてお笑いセンスがあり、実力でテレビに出続けている芸人たちの命を狙うべく剣術を磨いているとのこと。あのカイミローっていうのはね、はい、刀だけ戦う人空じゃないね。人空と戦う、人空はの忍術、忍術というかその武術、はいはいはい、カイミローは刀で戦うのよ、はい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 、サンバライみたいな。また敵です。あ、敵やねんね、まあ、瞬殺されたけどねそれは当然人空強いから。あ、そんな気すごいな人空は。続けます、はい、また金属バットのラジオのリスナーことキャンディホイップが暇を持て余して喧嘩ラジオに大量に流れ込んできているらしいです命には十分注意してくださいさて質問です。ズンポイのお二人は人空に入隊するなら何番隊に入隊したいですか。私は12番隊、犬人か、イノシシ、あ、あれですか、ねえ牛トラタツで言ってるよな。あ、イノシシや、イノシシに、ね、イニになりたい、うん、12番はイノシシやね。水を操り災害や断水に備えます。そして蓮舫をトップ当選させるような東京を水の底に沈めたいと思いますなんでそんな急にそんなこと言うの。喧嘩ネームドググリマスという、ね、あ、何よ結局。ドクさん、ドクさんじゃないの、ね、え、あのこのね、お前は少年賞舐めてるっていうのは、はい、あのね、敵の組織に乗り込むのよ。もう人空の最後の方かな、6巻ぐらい、あれだね、確かね6巻か7巻で終わってんだよ。で6巻ぐらい敵の組織乗り込んで、そのもうからくり屋敷みたいになって、でなんかちょっと舐めた感じでこの先どうなってんねみたいな感じでドア開けたら、見開きっていうかそのページ2号丸ごと使ってもう罠だけをむっちゃ書いてるシーンがあって、それを当時がお前は少年賞風助よ、お前は少年賞舐めているって言って謎の1ページがあって、ボケとなんかそのちょっと面白いそうそうそう、うん、とこどうぞね。それをこれ最初に言われて、いやーちょっと懐かしいっすね。僕はね、あの人空読んでたんでね、全くわからんでしょ。いや人空はそのアニメでちょっと見てたぐらいやったんで。ヤシャカツが結局最後の敵になね、敵やったんかな、確かな。そうそうそう、ごめんね。ね、なんか何番隊に入りたいかですよね。僕だからあのあれに入りたい、じゃあ、あのタンクトップのやつのとこ。ああ、鳥人の愛鳥。あ、愛鳥そう。愛鳥でも怖いで、もともとあのむちゃくちゃヤンキーやから、まあまあすぐこういう顔するやろ。うん、そうそうそうヒロトの口するやろあの人。そうそうそう、だから入りたい。むちゃくちゃ昔はリーゼントみたいやったからな愛鳥。でも愛鳥軍が一番人気あるんじゃん。え、でも愛鳥は浜地にボコボコにされたで。あ、浜地ってあの昔可愛がってた後輩やねんけど浜地が人空やめて人空楼っていうその違う組織に入ったらもう恐ろしく強なってむっちゃボコボコにされんねん。え、愛鳥弱い？愛鳥強い。浜地は？浜地もっとむっちゃ強いなって思って、浜地が。風助は？風助、風助は一番強い。あの竜見れるからね。風助はなんであんな強いの？いやー、まあ、前もそれ言ったけど、釈迦の証手に入れてるからさ。なんなんこれさ、ずっと前も言った釈迦の証よ。俺は愛鳥、俺は愛鳥に入りたい。君はどこに入りたい？いや僕やっぱ悔しいからね。いや僕はやっぱ6番隊ですよ。でもミニっすよ。やっぱ当時のね。何ニヤニヤしてる？やっぱ当時の。何をニヤニヤして？やっぱミニの当時にやっぱついていくよ。
当時あのあいつかふんどしで、あのイボジやね、屁こきすぎてイボジやね。あれ飛行機持ってんのも当時、当時当時、あそう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 、セスナ機的なやつね。やっぱそうやね。まあでもこれ実は結構いろいろおんのよ。これだからイノシシ委任はね、ねあいつ確か亡くなっても死んでまうね確か。それは人空の中でもさ、まあ、ありきたりな話というか、うん、やっぱその敵側になってるやつもいっぱいおるってわけ。おるおる。南蛮隊隊長が裏切ってモテるみたいな。人空楼がそうや。あ、まさにその。人空楼はあの達人。あ、え、達人。達人。強そう。いやが作ってんけど、うん、副隊長が乗っ取ってもうて、達人のそ隊長が赤雷って言うんやけどな。赤雷が海外に行って、まあ、なんか仕事で行ってんねん。なんかそう仕事もちょっとおもろいねんけど。そういう殺し屋の仕事みたいな。いや違う違う、なんか多分その。平和にするために世の中は人空楼ってそういう団体やねん。あ、もうめっちゃいい団体よ。行ってる間にそのそんなんじゃあかんってことで過激派なやつだな。そうそう、で副隊長の陽光っていうのが乗っ取って、そうそう、で最後陽光にな、あの風助がダメだぞってグニって鼻グニってすんねん。それなんだ、それ攻撃。いやなんか仲良くしようぜみたいな、グニって、やめろよってこと。ほんで自分で自分の目潰して戦って、その陽光は。あいつ衆やん、衆やん、むっちゃ強い陽光。北斗の拳の衆やん。で最後記憶なくした陽光と戦うっていうのむっちゃ武器使うようになってて、で風助めっちゃ悲しむね。人空を忘れちまったのかっつって、スルメになれっつって、なんか変な木の棒でペチンってされる。なんか切れてきたハエタダキみたいな日本持ってて、それがなんか雷神棒かなんか分からんけど変な名前でスルメになれっつって、どういう意味やん。で風助は普通に指で止めんねん。こんなの何も意味ねえぞみたいな。お前元のお前の方が良かったっ、ね、釈迦の証を取り合ってた頃に戻れっつって。ちょっと人空の情報もっとください。ねえ、ちょっとドググリマスさん今日から今回からちょっと、じゃあドググリマスさんちょっと人空縛りでお願いしますね。人空縛りでお願いします。だから令和歴も嬉しかったもんね、この江戸歴の感じで書いてるからね。相当好きやね、はい、じゃあドークさんは。だってもうがっつり人空の話やもんなこれ、うん、ドークさん他にも好きなジャンプ漫画あれば僕らも好きできれば、ね、ジャンプ漫画やと多分まあ、ノックアウトマサトミはなし。いやあれ2巻で終わってるし。覚えてもう思い出さねえわ。あのカッパレボリューションとかな。以外でお願いします。ね、はい、以外でお願いします、ね。ということで、ドググリマスさんありがとうございました。はい、いつもありがとうございます、ね。次行きましょう。はい、お願いします。件名、カタカナで、はい、お幸せ。お、なんか、電報みたいないいやつですか。読みます。はい、週末、ど深夜の徘徊。はい、明かりのついてるマンションの一室一室に手を合わせてこう唱えるんじゃ、はい、赤ちゃん行産できますようにってな。お、入れ墨にくぼり。何これ何これ、なんて、もう一回言いましょうか。もう一回言いますね、すいません。病気なりそうや。週末ど深夜の徘徊、明かりのついてるマンションの一室一室に手を合わせてこう唱えるんじゃ、赤ちゃん行産できますようにてな。いや変態やん。これちょっとそれ変態、気持ち悪ない。でもえ気持ち悪ない、これ英語で言ってるように聞こえるけど、週末のど深夜やろ、うん、でまあ人か見ず知らずの人やろ、こう、うん、手合わせて赤ちゃん行産できますようになって、これね、あの AV 男優が同じようなこと言ってんね。あの花岡じったさんか、50ぐらいの有名な人なのかな。その人が明かりついてるマンションこれほんまに同じ展開。これ何で調べ、何で見たんやったかな俺。AV じゃないね、はあ、誰かが AV で書いてたことを、はあ、見てたことを書いてたのをなんかブログかなんかで読んで、で明かりついてみて、はあ、いやーすげえよなー、この明かり一個一個の部屋に女がいるってことだろう、まだまだやれる女いっぱいいんだなーっていう。まあまあまあ引退なんてしてれんねえよなって言ったらしい。入れ墨肉棒さん、そう、まあ名言ちゃ名言なんかな。そうやな、これじゃあちょっとヤクザ風に言いましょうか。あ、ね、じゃあ私はちょっと、はい、カッコつけて。週末ど深夜の徘徊、明かりのついてるマンションの一室一室に手を合わせてこう唱えるんじゃ、赤ちゃん行産できますようにってな。ちゃうな、もうやっぱ気持ち悪いわ。気持ち悪いわ、何回読んでも気持ち悪いわ。そこに女性がおるっていうのを把握してるってことだよ。そうだから、だからもう エロで見てるってことだよ、明かりを。絶対やん。だからただのこんなもんだ、結局最後バックでドーンドーンって。そうやで、うん、どこもやあ、ね、姉子に行くってことやな。
でもこの入れ肉さんの名言をこうカルタみたいにしたいですね。いずれね。いずれね。カルタにしてグッズ出したいな。50回、50枚ぐらい集まったらちょっと作りましょうか。カルタにしてさ、ね、グッズ本物に出して8500円ぐらい出して、ね、もうお金全部俺らがもらうし。でそれをもちろんもらうし。入れ墨さん本人に売るっていうね。そうそうそう。高値で。やりましょうね、それ。転売する。俺らが買い占めてそれを入れ墨さんに転売する。2万4000ぐらいで。錬金術ですね、はい、あなたのせいですからね。そうですよ。じゃあ入れ墨さんありがとうございました。ありがとうございます。またお願いしますね、カルタカに向けて、ね、さあ続いていきましょう、はい、ズンズンポイポイのザ・オノさん、ボッキキッス・チローさん、こんばんは。僕の口しか言う。僕はもうまんまズンズンポイポイのザ・オノって言ってもらって、ボッキ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 キッス・チローさん、どういうボッキキッス・チローさん、はい、続けます、はい、突然ですが私は今猛烈な怒りと強烈な便意に震えています。便意は嫌だ。そうです、個室トイレの前で先客が出てくるのを10分以上待っているのです。あらら私は長時間トイレの個室にこもっている人を理解できません。そもそもうんこは出るか出ないか、この2つしか選択肢がない非常に単純なものです。ズンズンポイポイのお二人のように、はい、肛門を本来の用途以外で使用することによりいやいや、ちょっと待ってくださいよ。続けます。今続けてください、はい、肛門を本来の用途以外で使用することにより、はい、穴のサイズが大きくなることはあれど小さくなることはありません。すなわち穴が大きくうんこが出やすい人間はいても、穴が小さくうんこが出にくい人間などいないはずなのです。もし仮にうんこが出ないのだとしても、ウォシュレットや踏ん張りのような無駄なあがきをせずにさっさと諦めて一旦個室を出て、またうんこが出そうな時にトイレに行けばいいのではないでしょうか、はい、そして何より忘れてはいけないのが、トイレの個室をうんこ以外に使っている人間の存在です。彼らは個室の外でうんこを漏らすか漏らさないかの瀬戸際で苦しんでいる人々を嘲笑いながらだらだらスマホを見たり新聞を読んだりしこったりパコったりしているのです。世界中でうんこを漏らさんとして苦しんでいる何十億人もの人々の嘆きが、悲しみの声が、無念の排便の音が彼らに届くことはないのでしょうか、はい、とにかく私はトイレの個室を長時間使用する人々を許せません、はい、政府が彼らを野放しにしている以上、レジスタンスとして私たちが立ち上がり彼らに鉄槌を下すしかないのです。そこまで行かなくていいと思いますけど、ここでお二人に質問です、はい、なんですか、遅うんこ派ですか、早うんこ派ですか。喧嘩ネーム、はい、キル毛布、なんて毛布、毛布で、たける風と書いて毛布、毛布、キル毛布、コンビニで新しいパンツを買いながら送信です。キル毛布さん、ありがとうございます。うんこ漏らしたってことですね、結局ね。あ、そういうことね。これ書いてるうちにね、これはでもね、ちょっと気持ちは分かるが、ね、ズンズンポイポイ2人とも早うんこですからね。いや、俺はあ、早いな、早いよ、俺よう言われるもんな、太郎に拭いたかって、うん、私も早いし、今日新立さんがうちんちうんこしてたけど早かった。あ、この喧嘩チームは喧嘩面みんなうんこ早い。いやでも確かにおるよね、あのずっとスマホしてる人とか、おるおる、早出てきてほしいよな。あのね、わかるわかる、僕気持ち、キルモーフさんの気持ちは、まあ、鉄槌下したいとは思わへんけど、うち、あの父親がね、はい、超長うんこで、はい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 、新聞読んだりしててんけど、はいはいはい、俺ちっちゃい頃もうすごいそれがトラウマで、絶対自分はこんなんしたあかんって思って育ってんけど、あのウォシュレットもついててね、でウォシュレット一番熱い温度にしてて親父って、でね、こうほんま嫌やで、親父こう早くでせかして、でっつって、うるさいな、もう分かったわっつってドア開けたら熱風くんねん。あのね、もう言っちゃ嫌なんですよ、サウナちゃうかっていう、なんか、長時間あったかいウォシュレットも使いまくるし、で新聞も読むから、もわーってやって、あとこもっとるんや、親父のうんこむちゃくちゃ臭いねやんか。で開けたらふわーってもうぬるい風が来て、俺うーっうんこすんなーっていうの俺いつもだからさ、無理やーっていうの親父。お父さん長いかも、新聞読むからな。そうそうよな、新聞読んでさコーヒーとか持ってくやん、
うちのお父さんコーヒーもトイレに持って、だからもうトイレに朝 の, そのブレイクタイムもそこでやるから長いのよ。それなんなんパパ。いやトイレでコーヒー飲んでる。コーヒー飲んでるパパ。あちょっどっち言ったらいいんかな、そのコーヒーにうんこ入れてるんちゃうのって、はい、もう言いたいし、はい、パパも言いたいし、どっち怒ってほしい、さっきどっち怒ってほしい。パパかな。ちょパパって何にする、どういうこと。パパって何、パパって言ってるの。パパって呼んだことはないけど、うん、あ太郎さんパパって呼んでんねやってリスナーの人に思わせることによって、なんかええとこで育ってるなと思わしたくて。でも実際なええとこでした、あなた。ええとこ、まあ、まあ正直ええとこなんですけど、二人ともやっぱこうなんか前衛的な2人やから。なんでなんで前衛的な2人、ね、前衛的な2人、前衛的な、ちょっと前衛的な2人なんで、まああんまいい教育は受けてないなすいません自分は、はい、兄弟3人おって高校出たも僕だけですし一番あなたできてる方だよね一番できてる方です、ね、エリートエリートです、ね、ミスターエリートって言ってよ今日から自分のこと。あミスターエリートです僕は。ミスターエリートイエーイ、岡崎太郎の入場です。あ、入場してきて。ちょ待ってやな。ドゥ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 。早くあっち行って。ちょ待って、ね。さあ、本日のメインイベント時間であります。これ面白ないね、本日は引退式をしてするあの男が帰ってきます。本日がラスト試合になります。ミスターエリート岡崎太郎入場。ドゥ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 。ドゥ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 。ドゥ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 ンドゥドゥドゥンドゥンドゥ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 ンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥル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 ドゥだって新谷さんも震えてましたから、やる俺はオチがないぞって やる気かこいつらみたいな。もう俺声飛んでるしな震えました、すいません、ごめんなさい。早うんこ、まあ早うんこ派です。あ、二人ともそうですね、はい、自然とそう。そうっすね。いや僕一回遅うんこしたことあってね、遅うんこはほんま兄に迷惑かけてたことがあって兄に、ね、やっぱちょっと兄と仲悪かって小学校仲悪い、小学校喧嘩するやん兄弟、男同士はそうなんちゃう。あれ中学校ぐらいかな、中学校僕結構あの兄貴がね、はい、朝起きれなくて、なんか言ってたな、そう言ってた、あの、うん、弁当を、うん、おかんが作れないからいつももう早くに起きてる俺が、うん、結局遅刻すんね、弁当間に合わんで、もう全部準備して、ま、か余裕で1時間テレビ見てるから、うん、俺全部もういけもうあと靴履いたらいけるっていう状態で俺余裕で1時間テレビ見んねん。なんでかっていうと弁当できへんからで兄にちょっと恨みがあって、で俺何回も呼び出しも食らって、あんた1学期かどんだけ遅刻すんのみたいな、むっちゃ怒られてる先生に。おうおう、別に不良でもないのにな、そう不良でもないのに毎日遅刻するやつそう頭おかしいもんな、ちゃんとホックまで止めて俺学生服もそう、それであのちょっと兄に恨みがあって、で兄がある時あの遅刻せんぐらいの結構早めに起きてきて、腹痛いから起きてて、腹痛い腹痛い腹痛いっつったから、それまでトイレ入ったろと思って、嫌がらせや、嫌がらせバーントイレ入って、どんどんどん、あげろあげろ、あかあかあか、ちょっと走ろ走ろっつってほんであのもう多分兄貴すぐトイレ行けるようにすっぽんぽんなってて、はい、中学生で、はいはい、あかあげろあげろっつって、で俺あー、ま、待ってって俺一切トイレしてない、もう今やから言うけどまだまだまだもうちょい待ってあーしゃどんもうええかなと思ってバッて開けたら俺の目の前でうんこのポーズしててうわーっつってブルリリリリリリってすごいゼリーみたいなうんこブルリリリリリリって出て床に、それで俺がうわーってブルリリって広がって、でむっちゃ体調悪かったのほんまゼリーみたいなうんこで床の木目見えたもん、そのうんこ越しで、いやいや透明みたいなうんこ、もうお腹壊してるんやな、ほんまコーラゼリーみたいなうんこして、うん、床の木目が全部見えたフローリングの、それはかわいそうやな、うわーって泣いてた、ほんでいやでも止まられへんから、うん、兄貴泣きながらずっとブリリ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 ほな、それの掃除もあるし、その日も遅刻したんですね。僕っすか、はい、いや僕ちゃんと行きましたよ。遅刻しなさいよ、その日は。兄貴は遅刻したよ。かわいそうだ。僕は遅刻しなかったです。それはかわいそうですね。っていうのがあるんで、やっぱ早うんこ派ですよ。やっぱ遅うんこは人に迷惑かけるからね。まず、あ、体調の人もおるから何でも言われへんのかな、わからんけど。まあね、一概には言えないですけどね。うん、でも携帯とかいじる人はやめてほしい。いや、あれはほんまに意味ないから。マジで意味ないから。それはちょっとやめていただきたい。うん、パコるのはいいと思う。
えなパコるなんて書いてたかな、パコったりしこったりパコったりしこったりしてる人なんかもパコと魔法の本みたいになったね。あ、なんかありました ね、うん、はい、そういうことですね。そういうことですね。ありがとうございます。ということで、喧嘩ネームキルモフさん、ありがとうございました。ありがとうございます。いい名前ですね。多分あれじゃないですか。この間あの空飛ぶなんかあみたいな書いた方じゃないですか。あ、ちゃうわ。あ、じゃあ新たな、ああら新たなる資格ですか。すごい新たな資格や。次だ、次その人やもん。どんどん僕らもどんどん資格求めてるんで。すげえな。なんかてめえらすげえな。おい。おめえらすげえな。でもこん中で今日誰か死ぬぜ。ペキペキパキパキパキペキペキメキメキパキパキパキメキメキメキパキ。じゃ君や。え？ほな死ぬ君や。僕っすね。パキパキ言ってましたから顔が。すいませんでした。はい、続いていきましょう。小野さん、太郎さん、こんばんは。あ、やっとまともに言ってくれた。こんばんは、嬉しいな。先日ツイッターにて足立たちの売ってくる過激な喧嘩全部買いますとつぶやいている方をお見かけしました。あ、そうですね。正直とても心配です。お？私は虚勢を張っている方を見るとハラハラしてしまうからです。やはり精神が不安定なのか、はい、その方は案の定ゲッターズ飯田さんのつぶやきにいいねして喜んでらっしゃいました。さてお二人が消したい過去は何ですか。私はバービー人形のスカートをめくってお尻の部分に彫ってあるパンティの柄を爪でカリカリしてるのを父に玄関で見られたことです。うわ喧嘩ネームパトカー走る俺は飛ぶ。 あ、 ありがとうございます。はい、パトカー走る俺は飛ぶね。お二人が消したい過去で、僕ら消したい過去、あ、消したい過去ですか。消したい過去ね、うん、それよりもこのね、誰なんですかね、なんか全部喧嘩買いますとか言ってそれでなんか、はい、で虚勢張っているとハラハラすると、はい、ね、はい、その人はなんかまあ精神不安定なのかね、ゲッターズ飯田さんのつぶやきばっかいいねしてるってこれなんかじゃあの、あのさ、あの、太郎、はい、あの心当たりあんの、はい、それあの心当たりある。またそれもしかして、あのまあいいやまあいいやまあいいや、じゃあ別にいいけどさ、はい、じゃあ、 あの心当たりある。はい、そうですね、あります。はい、あ、心当たりある、はい、じゃあそれさ、じゃあそれいいよ、あの、はい、なんで心当たりあんの。まあ正直ぶっちゃけて言っちゃっていいですか。あ、いいよ。はい、それ多分僕のことやと思うんで。え、それ太郎のことでいいの。はい、なんて来た。いや、もうやめとけもう冗談じゃねえぞこれ。やめとけもう、な、似てへんから。いいよ、じゃあいいいい、じゃあいい、それでいこう。じゃあもういいよ、それでやったらいいよ。ちゃうで太郎、それでやってたらいいよ。はい、なんて来た。いや、ちゃうで、そんなんじゃ。なんか特徴は似てるかもしれんけど猫背だけっていうね。猫背は似てる、うん、体型とか、体型とか身長か。さあ、ということで消したい過去ある。消したい過去ですか。はい、俺っちは前しか向いてねえかんな。あっ、ゼファー400。ゼファー400乗ってる。ゼファー400好きです。バイクな、単車、はい、川崎の単車、ええ、急になんで急に言うたの。いや、ふと今なんかその、はい、俺は前しか見てないって言った時なんでわからんけど、はい、野生爆弾さんが出てきて、なんか昔ね、野生爆弾さんがネタで俺たちの憧れゼファー400っていう意味からってコント乗って峠峠っつって、あの峠峠ってやつな。生放送で、あのそうそう、あれや、オールザッツでな。なあ、おもろかったな。うん、ヤバクサの話はいいで、あの消したい過去は ないのね。いや、消したい過去なんて、まあそらもう、まあでもな、数えきれないほどありますよね。あれよね、ピックアップができないよね。我々数えきれないほどあるんで。まあだって言ったら俺入った大学なんかもう完全消したい過去やからな、4年間。まあまあ、4年間わけわからん、そうそうそう、ヤンキーに囲まれて4年間生活したからな。なあ、あの、あれやな、学校の目の前のロータリーでみんな属者がレースしてる。そう、シャコタの属者がレースしてペペダ付けで、もうそれ誰かがブレーキかけたら全部終わるっていう、もうくっついてんちゃうかっていうぐらい、もうペダ付けのレースしてて、初日で何これと思って。でも健康診断ちゃんと行くね、みんな。いや、俺背伸びたぜとか言って、なんか伸びたけえねとか言って、伸びるかその大学生。金髪のみんなスウェットでさ、先輩グラサンかけた。消したい過去は山ほどありますよね、うん、パッと出てこないよな、うん、まあ、まあ、そのうんこ漏らしたこともありますし、そら、うん、まあ、うんこぐらい別にそんな漏らすやんな。パンツあれば終わりやし、うん、そうやな。もう特にないな、特に、うん、まあそれが結局だから芸人やってんやろな、そういう人は。まあほんまに一個あるとしたら、うん、あのドラクエの6、うん、
あ、シックス？スーファミやからさ、うん、あのデータがそこに残るやん。はい、普通太郎とか、うん、まあ、高秀とかでやるやん。うん、俺だけあのライロスってかっこつけて、え、カタカナでライロスっていうなんかかっこいい名前でやってたのを中学の時にみんなにバレて。太郎さん、ライロス、あなたライロス、うん、俺ラグナス。やばやばいわこの2人。やめてほんま、これは消したい。俺アベルとかほんまにドラッグ系である名前が使わんくて、アルスとかはそうそうそう、俺あのラグナスっていうのをもうちょっと使っててずっと。ライロスラグナスでやらさせてもてます。くそ最悪やな。そう、普通は太郎とか、うん、高秀やのにな。まあそれかアベル、アルス、最悪、これは消したい。俺ずっとラグナスでやってたけど、うん、ロマサガ3やった時に、うん、主人公の名前ラグナスに変えてやっててんけど、はあ、あの敵でワグナスっていうのが出てきた。ワグナスなんかおったね。だから俺やめてそこで、うん、ああ似たてか、いずれラグナスにも出会うと思って俺そこでラグナスやめて。もう僕は完全に中学生に、あ、同級生に言われたから、うん、同級生が風の噂で聞いて、なんかえライロスとかでやってへんよなって言われて、どんな聞かれ方やん。太郎でやってるよって言って、そのやばいと思って、もうそこからライロスは封印。でも普通かっこいい名前で行くやろ、あの物語入ろうと思ったら。今考えればそれを貫けばよかったね。そうなんだって、急にさ魔王がよく来たな勇者太郎よって、なんか嫌やん。や、うん、やっぱライロスでしょ。なんでんのって言ってもやろ多分、もし勇者太郎が勇者やったとしてな。あ、じゃあ俺が魔王な、うん、よくぞ来たな、この時を待っていた、ここで勇者ども滅ぼし、我が世界に変えてみせよう、うん、さあ来い勇者太郎よ。なんでんのこらってなるから。後世でございます。いや、じゃあもうええてってなるやん。こうなると後世も多分出てくるやん、ミキの。出てくる。そうなってくると。忙しい合間を縫って出てくれる。来てくれ、わざわざ出てくれる。あの舞台衣装で。そうやね。出てくれるよ、いい人やから。ってなってきますからね。そうですね。だから。消したい過去、それです、僕らは。恥ずかしいな、バレたくないな。ガチの名前で、ガチ痛い名前でやってた。僕は携帯が出た頃ぐらいにね、家パソコンは結構早めに買ってたんですけどね、パソコンでね、アイドルとかのね、アイドルとか女子アナの画像をね、パソコンでね、ダウンロードしてね、はい、それをね、パソコンのメール機能でね、自分の携帯に送るっていうのをね、はい、あの親に見られました。なんかお前むっちゃお父さんのメールアドレスで画像送ってんけど何って。あとはあなたあれ、この、あ、このラジオで言ったっけ、上原のやつは言ったっけ。上原、あの、あ、言ったかな、あの、言ってへんか、わ、忘れた。なんかみんなで公園での、あ、もうあれむちゃ恥ずかしかったな。みんなでまーってパーティーみたいなのしてて、打ち上げみたいなのしてて、大阪時代な、日本の社長、ね、うん、辻とかいっぱいおったよ、ね、ほんで辻が勝手に何やってん、あれ何やってん、携帯を、違う俺が、うん、あの、お兄ちゃんの画像を見て、そう、兄貴の画、兄、お兄ちゃんどんな人なんですかって言われて、な、うんでか分からんけど兄貴が裸で腕組んでる写真あって。それもそれやけど意味わかん、じゃあ撮れって言われたら確か、 あ、そうかそうか、でなんか何やねん撮れって今思ったら、で撮らされたのがあって、それを見してんの、みんなね、うん、みんなこれ小野さんの兄貴やでーって、辻が何でしょ、フォルダをなんか見て、横にちょっと移動させてもらって、ほんなら兄貴のパッて横にスクロールしたら、あの巨人の上原の写真がちょっと待って、みんな小野さん上原の写真持ってるっつって、でもう顔真っ赤にして、もうやめてやめてくれやめてくれって、取り返そうと思って、パーってまたスクロールして、あのクッキングパパの写真出てきた。俺がクッキングパパと上原顔一緒っていうのをツイートしようと思ったけど、途中であのビビってやめて、そんな似てないと思って。あれも消したい過去やな。そう、あれ消したい。今でも残ってんもん。そんな似てないわ、やっぱ。そんな似てない。いや、俺はクッキングパパと上原むっちゃ似てると思っとって、最初。そんな似てへんな。そんな似てへんかったな。似てないでさ、ね。消したい過去はこれです。はい。というわけでございます。結構な消したい過去やけどな、それも。そうやな。さあ、ということで、喧嘩ネーム、パトカー走る、俺は飛ぶさん、ありがとうございました。名前が良い。さあ、次が最後のメールですね。あ、ありがとうございます。本日の。はい。はい、前回、はい、タロちゃんに大喜利負けてしもうた。あら。親がガチ学会員なので、学会名簿に名前が載せられている安めぐりずむや。先週太郎ちゃんが大喜利勝った後にめぐりずむに随分暴言吐いてたの。いやいや、まあ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 、俺はいいねんけどな、バックの学会員の方々がどうなるかわからんからな。いやいや、そんな太郎ちゃん、まあ過激派じゃないでしょ、別に。楽しく仲良く大喜利やりましょうや。いや、はい。お題、大統領が君は SP に向いてないな、その理由とは